あれはかの大戦で使われた祈祷書か。どうも人の気配がする。疲れてたのか。けど、緩んでる場合じゃねえ。受け取ってほしいな、本気よね。ここは引くしかないか。親父にどやされちまうな。遠征していたが、今か。なかなか大胆なことをするもの。ああ、調査からはこちらが丸見えだね。これでは尊敬人が動けない。撃ち取った。よっ、なんというか素晴らしいです。その強靭さ、できればご教授願いたい。いいもの揃ってますよ。ございました。
受け取ってほしいな。本気よね。受け取ってほしいな。本気読み。この地はもう私のものだ。ここは誰も通せない。行くぞ。私の仲間は力を合わせる。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。角田殿、あなたこそ真の三国武将だ。お見事です、角田殿。あなたの戦には花があります。楽しませてあげるよ。この地はここで死ぬつもりはない。撤退する。なんというか素晴らしいです。その強靭さ、できればご教授願いたい。押すな。受け取ってほしいな。本気よね。
強化だ。激勝打ち取った。さて、今宵の宴を楽しみ。見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。楽しませてあげるよ。抜かせてもらうよ。タッカ殿に先の会を返さないとね。受け取ってほしいな。本気よね。あなたの戦には花がありません。守りは我らが受け抜く。決して何者にも抜かせはせぬぞ。感服捕まつった。これぞ武の神髄。楽しませてあげるよ。直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。楽しませてあげるよ。なるほどな、いいものを見せてもらった。
った。新たな着想を得られそうだよ。あげるよ。カクア殿、あなたこそ真の三国無双。敵将討ち取った。その強さに興味深い。足場を崩し、繊維を損。楽しませてあげるよ。私が非力なばっかりに、もっと筋肉をつけて出直します。これで尊敬人の信頼は確保できた。あとは彼らに頑張ってもらうとしよう。敵将討ち取った。さて今宵の宴も楽しみだ。感服つかまつった。これぞ武の神髄。劉備との同盟は保護にしていいのか。これじゃあ俺たち孫悟が悪党みたいだな。気持ちを切り替えようぜ。劉備軍も俺たちを見捨てたんだ。お互い様さ。両姫、今より参陣する。どんどん踏ん張ってここを守るぜ。突撃せよ。先駆けとなり敵を切り崩すのだ。準高達、作戦戦域に到着。これより突入します。これは、よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。受け取ってほしいな。本気よね。楽しいことが起こりそう。フォロワーさん、
手を取るのだ。楽しませてあげるよ。すごいな、さすがだ。惜しい。よし、腕が鳴るな。守りも得意な方なんだぜ。ここを死守する。体を張って敵を食い止めるんだ。楽しませてあげるよ。いや、今は出陣せねば。今こそ突撃の時。恐れるな、我が輩に続け。どうなってんだ。なんで孫権軍が俺たちを攻撃してきやがる。孫武は我らとの盟を破ったか。戦敗は完全に断たれたな。これが勝つかと。曹操殿のやり方皆の心を踏みにじって。待ち伏した、一斉に攻めかかれ。
受け取ってほしいな。俺についてきて本気をね。くしゃくしゃ、なんてざまだ。あちゃ、すまねえ。あなたこそ真の三国無双です。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。俺は行く。角殿、あなたの戦には花がありません。集った反乱軍をまとめて撃てば、曹操殿の天下はなるだろう。それまでこの体が持つかどうか、運次第といったところかな。曹操は孫権を追い詰め、名という名のもとに支配下に置いた。さらにはその孫権軍を利用し、関羽、張飛の捕縛に成功。孫呉の裏切りに激怒した劉備は蜂起する。ここに劉備討伐の部隊は整った。だが全てが各家の筋書き通りとはいかない。劉備のもとには反曹操を掲げる多くの将兵が集っていたのだ。覇職をも得て大勢力となった劉備との決戦が今ここに始まる。ついに劉備が立ち上がってくれましたね。どんな手を使って追い詰めるか。いやー、考えるだけでも胸躍りますよ。反乱軍には馬頭、劉将のみならず、関羽や南中央までが名を連ねています。短期間でここまで諸侯を説得し、く
癖のある連中を使って。いや、さすがに諸葛亮にとって準備が整い、確かに一理ある。焦っているといえ、角角の